場所の主役は次第にこの3人の横綱に絞られつつあるのか、あるいは混戦になっていくのか。そこに豪栄道、稀勢の里、さらには照ノ富士の3大関が割って入っていけるのか。後半戦も目が離せません。西方小結御嶽海、長野県木曽郡上松町出身、出羽の海部屋。東方横綱白鵬、モンゴルウランバートル出身、宮城野部屋。行司は40代式守伊之助であります。その白鵬に挑んでいくのは今場所の新三役の御嶽海です。名古屋場所初めて挑戦しましたが、この時はもう相撲になりませんでした。完全に捕まって寄り切りで白鵬が勝っています。まあ、御嶽海といいますと、ちょうど1年前の入幕の場所でした。それから1年、今日は西野リポート狩谷アナウンサーですが、はい、順調なこの1年ですね。充実した1年でしたという話をしてますね、はい、そして三役にもこの納めの場所で上がれましたし、はい、ただその1年間ですね、勉強の場所でもありましたと、はい、幕内の上位に定着して優勝を争うような歴史になるには何が必要なんだろうかということを本当一番一番考えさせられていると。もちろん全てにおいてもう一段アップしなきゃいけないんですけれども、はい、中でも精神力が大事だということを感じたと言いますね、はい、やっぱり15日間の集中力と、それと相手への気迫ですね、これがやはりもっと充実させなければいけないという話をしてますね、まあ、この辺りは横綱大関と対戦して初めて分かる部分かもしれません。今日の白鵬戦ですけれども、はいはいはい、とにかく踏み込みがものすごく横綱早いので、はい、まずはもうとにかく踏み込んで当たること、うん、理想としては当たって少しお互いの間が空いてですね、その後中に入って物差しになるという動きができれば理想なんですがと言いましたね。でもとにかくまず踏み込むことだという話をしています。そして対戦相手の白鵬です。中入りの時間に玉ノ井さんはその踏み込みがまだ今場所ここまで見られてないんではないかというね、指摘をされましたけどね。そうですね、まあ、やっぱりこの相撲というのは、ね、戻りたいなというふうに思いますしね、まあ、今日のこの相撲を見てからね、またいろいろと分かる部分があると思うんですけども、ね、御嶽海はその立ち合いの踏み込みに本人も集中しているという今リポートがありました。全勝の鶴竜、そして今1敗を守った春馬淵、両横綱が見上げている中、休場明けの白鵬、新三役の挑戦を受けます。上手を引きました。中に入ったか、両足外よく引きつけて白鵬7勝1敗。中に入れましたけれども、その前に両回し、両上手外四つになりました白鵬です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白鵬の勝ち。ただどうでしょう、踏み込みという点では、まあ、悪くはないと思うんですけどね。悪くはなかったですか、はい、あ、まあ、外四つのところ回しを取ってますからね、はい、力出ますよね、はい、その踏み込みです。もうここでも回しを取ってますからね、はい、今日はあれですね、はい、あの素早いこう攻めが出たっていう感じですよね。そうでしたね。ただいい時の白鵬だと、まあやっぱりいい時のイメージが強すぎるので、まああのね、足故障してその、はい、あの怪我もありましたからね、はい、まあ、まあいい時はね、それはもうもっとこう下から回しを取って一気に出る相撲を取ってましたけれども、はい、今日もやっぱりちょっとこう横からね、動き気味にはどうぞ、徐々に徐々にこう上げていく横綱ですからね、場所中にこうどん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 こう上がっていきますから、はいはい、まあ今日の寸分の内容はいいですよね、うん、